政府は新型コロナウイルスに感染した恐れがある人が乗っている別の大型クルーズ船について入港させない方針を決めましたウエステルダム号に乗船している外国人についても特段の事情がない限り入管法に基づいてその入国を拒否する措置を追加することといたしますオランダ船籍の大型クルーズ船ウエステルダム号は一日に香港を出発し 8日からは石垣や那覇長崎などに寄港する予定でしたがこれまでにフィリピンのマニラと台湾のキールンで入港を拒否されていました政府は船内に感染した可能性のある人がいるとして国内への入港を認めない方針ですウエステルダム号には乗客乗員合わせておよそ2300人が乗っていて政府高官によりますと日本人数人も乗船していますが 今のところ健康状態に問題はないということです。